コナン。いいわね。ありがとう。ううん、気にしないで。それで私たちに見せたいものって何ですか？やっほー。え、リンたちまで？あ、みんな黒板を見て。わあ、黒板に機内が書いてある。桜？でも花がないよね。もちろん。いいな。そうだね。ね。だし、私もやりたいな。まあ、私も手伝うのはいいけど。私は。ねえ。ありがとうございます。それならお手伝いできそうです。おー、5枚だと思うけど、スマホで画像検索してみるよ。うん、桜の花はは。い、頑張ります。ほなみ、私の桜も塗ってよ。満開にするには相当数書かなきゃいけなさそうだしね。任せて。うん。でもさ、負けないよ、りんちゃん。おりゃー。ふーん、そうね。うん、うん。ふふふ。それにしても、この桜の花、改めて見るとすごく面白いね。描いた人によって全然違う花になってて。そうだね、ガイトさんが描いた花なんてほとんど本物みたいだし。うん、
塗る時もグラデーションを意識して白いチョークも使ってたり、すごかったね。団子に、おはぎに、桜餅に、きなこ餅、何でもあります。みんな、お箸と紙皿を配るね。あれ、お手拭きはなかったっけ。あ、こっちの袋に入ってるよ。今出すね。いいね。あのさ、うん、ちょっと待っててね。ふふふ、ありがとう。でも、じゃあ